入れますよ。お願いしますよ。先に少々に入れていい、うん、あ、怖いな、マチマル。ちょっと下にいないで。下にいないで。やけどするから。マチマル、こっち来て。怖い。怖いって、あんた。はいはい。いや、美味しそうなんだけど、この、うん、待てない。こんな美味しいものが目の前にあって、僕待てない。いや、別に待てとか言ってないし、うん、食べよう。やんやんやん。いや、うまそうね。うん、海鮮ドゥーン。そうなんです。いただきます。イエーイ。これのこんな感じ。はい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 。あ、まただ。え、まただよ。え、また何もないのに沸かしてるやつら。お前じゃん、最後置いたの。なんでまた人のせいにしてさ、めっちゃ俺のことを怒ろうとしてんのよ。よく、空炊きがちょっと危ないのでね。うんうんうん、そうね。すごくね、なんかすんごい色々入ってる、これ。なんかやっぱうまいよね。うん。いや、唐揚げもうまそう。うん。食べていいかしら。あ、食べよう。いただきます。いただきます。これなんなの、これ、鶏天なの。鶏天。あー。いただきます。うん。じゃあ、俺これからいこう。ネギトロ。うまい。うん、マジでうまい。あー、うまい。うん、うん、すんごいお腹空いてた。うん、いやー、ほんとに、うん、ピカイチうまい。うん、いやー、うまっ、うまっ、うんうんうん、でかこれ。でかいよ、うん、これ結構、うん、食べるときなんか感情がこぼれちゃうじゃん。うん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 。でもなんか、ね、普通の人って言ったらあれだけど、うん、みんなさ、うん、まあ美味しいぐらいじゃん。あ、美味しいんかどうかもわからないみたいな人たちも多いじゃん。うん、なんで美味しいよね。美味しいの食ってないんですか。いや、美味しいの食べてるのよ。むしろ、うん、美味しいの食べすぎて口が肥えてらっしゃるんじゃないの。だからそんな、そ、ちょっとやそっとじゃ感動しませんよ、うん、私みたいな。そっちか。テレビではよくそういうの見るね。うんうんうん、うん、やっぱほら芸能人とかはさ、美味しいものたくさん食べてそうなイメージあるじゃん。だからそういうのあるかもしれないし、もしくはなんかそうじゃない人たちは抑えてんじゃない。なんで、わかんない。わかんないけど、ちょっと、こっぱずかしいんじゃん。普段美味しいもの食べてないんじゃないかって思われるのが嫌だ、みたいな。よっぽどテレビの、なんかグルメリポーターよりも、うん、言葉は少ないけど、美味しさを伝えることできる気がする。表情でね。うん。わかるわ。でもあれかな？ちょっと嘘っぽく感じるかな？下手したら。でもさ、あまりにもさ、うん、食レポがうまい人の方が、うん、だよ。何？そんな目で見んなよ。何？うますぎる人の方がさ、うん、なんかあんまり美味しくないのかなみたいな感じで思っちゃうんだけど。え？なんかどういうこと？なんで？饒舌に喋るっていうことはさ、なんかフォローしないといけないみたいな。ああ。あんまり実は美味しくないけど、はいはい、その美味しさを伝えないといけないから。そっちね。みたいなのありそうじゃない？そこまで考えてらっしゃるんですね。うん。でもそうやって考えてるっていう、あんたがそういう風に考えてるってことは、他の人もそうやって考えてる人はいるかもしれないね。いるかもしれない。そうなんだ。お前なんかテレビで言ってたよ。なんか、B 級グルメとかは、美味しい時にすごい目を開けて、高級なグルメの時は、美味しい時は目をつぶるの。もうやめなさいよ、そういうの。だってテレビで言ってたの。有名なレポーターさんが。でも、うん。まあ、うん、わかる。ちょっとわかるけど。うん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 。中には、美味しくないものもあります。いや、あるよ。美味しくないというか、まあ、自分に合わなかったんだなって感じ。あ、まあそうね。うんうんうん。やっぱ濃い味が好きだったり、薄い味が好きだったりさ、いろいろあるじゃん。え、その麻婆麺うまい？ん？麻婆麺うまい？美味しいけど辛い。あ、そうなんだ、辛いんだ。結構辛いかも。ちょっともらおうかと思ったけど、辛いって聞いたらちょっと、あれだな。ファミマで買ったやつなんだけど、うんうんうん、結構辛いかも。もう美味しそうよね。美味しいのよ。あ、美味しい。なんなのマジで。え、唐揚げな、唐揚げ食べていい？うん。なあ、うん、美味しい。なんか俺富士郎ってやつ、富士急ハイランドのやつだって。食べてみる。うんうん、うまい。うんうん。すんごいなんかニンニク。
すごな、ニンニクすごすごいよね。でもうまっ、やっぱうまいね。うんうん、あれレポーターとさ、リポーターと一緒、リポーターです。ど、ま、どっち、リリポーターです、放送用語では。出た、俺何でも知ってっから出てた。あのレポーターじゃないですよ、リポーターです皆さん。これは放送業界統一してる言葉です。そうなんだ。はい、じゃあなんでレポーターって聞くんだろう。なんかレポーターって聞くよね。まあ似てるよね。うん。うん。そう。なるほどね。勉強になるわ。はい。ちょっと間違ったかも。うん、そう。これもちょこっとだけもらっていい？辛いよ。どんだけ辛いのか。昼から辛いもんなんて食べるもんじゃないかも。夜とかに食べるもんかもしれない。本当。辛いね。うん。辛さレベルは3って書いてあるけど。なんかこれもこれもどっちもなんかデートで食っちゃいけないようなやつ。あ、ね。そうなの。ね。寂しいよ、マジで。予定がないみたいじゃん。うちはもう関係ねえから。いやよ、俺それでチューし絶対やめて。なんで？いやもう絶対嫌です、ね。俺は気にしないよ。いや俺も気にしないわ。今日のチューは麻婆味だ。やだー、それは気持ち悪いわ、ね。それは気持ち悪いんだけどさ、あの、うん、あの、宇多田ヒカルのさ、あ、タバコのフレーバー？あ、そう、それを経験したい。あー、うん、そう、俺さ、え、未経験？俺、タバコ吸う人と付き合ったことないんだよね。あ、そうなんだね。いや、別に、あの、選んでないのよ。うんうん。タバコ吸ってて、うん、タバコ吸ってて全然構わないんだけど、タバコ吸ってる人いなかった、今。あー、そうなんだね。うん。そっかそっか。いや、タバコのフレーバーの、経験したいよ。で、残念ながらできないもんね、今ね。俺も吸わないしね。もちまるちゃんも吸わないしね。犬のために。うん、あれこれタバコ吸ってなかったっけ？違うよ。吸ってないよ。吸ってないよ。タバコのフレーバーの味がした経験をしたいわ。いや、でもどうなんだろう。好き？みんな。嫌いな人が多いんじゃない？いや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 、わからないけど。苦くて、切ない香りでしょ。とにかく切ない香りでしょ、うん、すごいな、宇多田ヒカル。ね、え、あの曲の時ってさ、まだ10代とかじゃなかったっけ？そうだよ。だから そんぐらいの人と付き合ってたんでしょ。経験してたんだ。うん。タバコのフレーム。すごいね。うん。うん。私そういう経験してますって言ってるもんだもんね。だってあれだよね。シンガーソングライダーだからさ、自分で曲も作ってるんだもんね。そうです。じゃあもう、そういう経験者っす。うん。あの、大人から言わされてる昭和のアイドルじゃない。なんか飲み物何がいい？アクエリアス、コーラ。あ、コーラ。コーラ、コーラ、コーラ、ラ、ラ、ラ。ラ、ラ、ラ。ラあ、ありがとうございます。俺も飲もう。うん。君のために働いてます。かわいいよね、その T シャツ。はい、一緒。なんかまた欲しいね、面白 T シャツ。面白 T シャツね。なんか、そう、普通の T シャツ買うよりも、うん、こういうのを買う人でありたいからさ。そうそうそう。次買うなら何がいいかな。次買うならね、なんか面白いのあったらください。L サイズです。そうね、L サイズです。うん、お二人とも L サイズです。ありがとうね。うん。うん。あ、美味しい。美味しい。なんかもうすごい、贅沢。海鮮丼とカップラーメンとコーラなんてさ、あと唐揚げなんてさ、うん。超贅沢じゃない？うん。ちょっとお鳴らしていい？いいよ。サンキュー。お鳴らした後でパンツ臭いかな？え、どういうこと？パンツにさ、要するに空気がバッファってきてるわけでしょ。うん。じゃあパンツ臭くなんないから。いや、臭くなるんじゃない？そうだよ。うん。なんでそこ気にしたの？誰にかすつもりなの？いや、わかんない。って言っちゃえば、この椅子も今臭いかな。いや、じゃあ、それは、大丈夫。だフィルターがさ、2枚くらいあるからさ。そうか、そうか、そう。パンツとズボンっていうフィルターがあるからさ。なるほどね。それは大丈夫だと思う。わかった。食事中。いいだろ、別に。おちまちゃん、あんた、自分のご飯食べたの？自分のご飯。
もちまるだってカップラーメン食いたいよね。食べたいかな、わからんけど。適当。お腹いっぱいになれば。ならないかも。うん。あ、何？小食アピール。違う。はい。ああ。落ち着きましたか？あんたいつも来るね。うん。大好きなのよ。うちらのことも。そうなんだよね。他のさ、さやかの YouTube とか見ててもさ、うん、自分で遊んでる子多いのにさ、うん、ね、後ろとかで。絶対、もうここに来なきゃ嫌なの。この子。ね。だってほら、持ち丸も一員だから。まあ、そうなんだけど。っていう認識が自分の中であるから。そうか。うん。何を私映さないの？そうか。ここにいるよって。うん、いいんだけどね。うん。いいんですけど。美味しい。うん。美味しいけど。うん。なんだろう。心が満たされてない。なんで？甘いもんダメだろ。甘いもんで満たされると思ってんの？僕の心を。僕の心を甘いもんで満たされてると思ってんの？思うの？満たされないの？わからない。なんだと。まだなんか食べたいってこと？いや、でもいいよ。うん。では夜は夜でまた食べればいいじゃん。うん。いただいたチョコあるわ。うん。ああ、そっか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 。持ち丸さんいますもんね。ありがとうございます。一番上に乗ってるやつがいいな。バレンタインデーもらいました。ね。嬉しい。いつも見てるし、くれてる方から。うん。なんか毎年いただいてるよね。うん。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかもうね、なんだろうな。これ失礼なんかな。なんか、うん。本来誰にももらえないけど、うん。この時期になって、なんか、じゃあ親が、うん。これよ、みたいな。はいはいはい。これ食べなさいよっていう、うんうんうん、気持ちになる。そうね。そう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 。誰にももらえないんでしょ、あんた、みたいな。うんうんうん。私からみたいな気分。ありがとう。美味しそう。美味しそう。何これ。すごい。ね、美味しそうなんだけど。絶対好きじゃん。ね。うん、食べます。うん。にゃみにぃ。気をつけてよ。もちまいちゃん、チョコレートはダメです。うん。うん、どんな感じ？食レポしてる。あ、もう、もう、そう、まあ、はいはい、もう、もう、もうやる気失せました、そんな。言われなくても、するし、してないし、してないけど、でももう言わない。ほんと？うん。顔で、表現できた。うん、でも、してきました。しました。はいはい。してきました。なんか、しっとりしててめっちゃ美味しい。あ、ほんと？うん。中のチョコレートってどこまで入ってんの？この。あー。それ半分くらい、ね、うん、すごいね、うん、なんか YouTube で明らかに提供だなみたいな宣伝の仕方嫌よね。あ、わかる、うん、あるよね。飛ばすもんね。飛ばす、うん、とか言ったら一生来ないんだろうな。確かにね、うん、ね、よくないね。いいんじゃん。いい。じゃここだけの秘密ね、みんな。絶対拡散しないで、ここマジで、本当に潰し合うのやめよう。大丈夫かな、マジで。大丈夫大丈夫。まあ、違うの。宣伝のやつとかさ、YouTube のたまにあるけどさ、うん、それって、うまく紹介しきれてないと思うのよ。うん、ってことは、うんうんうん。そう感じるってことは。そうね。だから僕はそんなことしません。もう、ちゃんと、はっきり、美味しいものは美味しいものって言うし。大事。うん。ちゃんとなんかそういう、なんか、私の正直なことを言ってもいいんですね、みたいな。うんうんうん。あれは大、いいんだけど。うん、そうね。使ってみて本当にめちゃくちゃ良かったとかね。そう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 。じゃなくても金麦なんてずっと飲んでんのに、どっからも連絡ねえし。まあそれは本ね。まあ前も話したか。うん。いやでもさ、いや本当にだからさ、氷結とかちょっとのキャンペーンの時とかあんちゃん、なんかどう、うん、あるある。なんか、どうでもよくはないんですけど、うんうんうん。なんか、サマーキャンペーンみたいなやつでさ、なんか、いつも飲んでるかどうかわからない人たちがさ、宣伝してんのよ。うんうんうん。こっちの方がめっちゃくちゃ飲んできてるから。何千本、何万本飲んできたと思ってんの、今まで。でもやっぱほら、向こうからしたらさ、企業からしたらさ、うん、やっぱ拡散力のある人にお願いするのがさ、一番効率がいいから、うん。そりゃそうよ。お金かけてさ、費用対効果とか出さなきゃいけない。いや、でもそれで買ってくれんの、みんな。その宣伝したところで。まあ、
え、買う人いるんじゃない？ファンの人でさ、あの人が宣伝してたからちょっと買おうかなとかさ。確かにね。だってほら、ファンの人たちってさ、うん、なんかアイドルとかがさ、うん、なんかパッケージに載ってたりとかさ、あしただけでもやっぱ買うじゃん。うんうんうん。なるほどね。それも狙ってんじゃん、そういう効果も。ああ、なるほどね。うん。だってココスとかしょっちゅうコラボしてんもんね、なんか。あ、そうね。キャラクターとかで。うん。なんか、よく知らないようなアニメとね。うん、そうそうそう。いやでもまあ知ってんでしょ、みんな。え、そうよ、知ってる人は知ってるから。ただ単に、うちらが知識がないだけ。うん。やばいで、なんか心が貧しい人になってない。大丈夫。ほんとに。いや別にそんなことない、まあ、うん、そんな日もあんのよ。そうよ。動画のコメントで、うん、なんか、この頑張ってない姿が好きみたいな。頑張らなくても自分はいいんだと思えたみたいなことがあって。ああ。まあそんなもんです。別に頑張ってもないです。ちょっと嬉しいです。ね。うん。こんなんで励みになってもらえてるなんてね。ね。おこがましいにも程があるよね。